あのですね、先日の動画で大炎上しまして、何本かさ動画で言ってるのは、ちょもう身分出してもらえたら話も聞く。なんとかメールで、ちょっとモザイクかけてほしいけど、メールで会社に4月28日投稿 YouTube はとても不快でした、回答次第では警察公共機関に通報させていただきますのでよろしくお願いします。勝手な想像をしてるよ、ね、この人の基準でめっちゃ、うん、そうそう書かれてる。そう だから YouTube やれるんだ、このバカ。目的はこれ何って言ったら、お客さんにああいうところを見てほしいわけ。それだけのことやんないとこの商品って作れないの。だから俺は本当にどこにも負けてないいいものを作ってると本当に思ってるから。はい、すいませんでした。すいませんでした。公開の男子論調お願いしました。何今回はお願いしました。これもうテロップむずいやつやん。あのですね、先日の動画で、まあ、大炎上しまして、大炎上ってことではないんだろうけど、まあ、うちからしたらね、であのうち、まあ、前もちらっと他の動画にも言ったと思うんですけど、まあ、YouTube が主じゃないわけじゃん、ここの会社がね。そう、練り替え道場ってのはもともと塗装屋でも15年ぐらいもやってるのかな。で、リフォーム会社みたいな感じで一般ターゲットで一般の方の唾液塗装とかね、まあ外装リフォームもやるな、そのようなことをやってるんですけど、まあ3、4年ぐらい前から、まあ俺が YouTube やり始めて、俺の中ではうまくいってるなと思ってるんですけど、やっぱ20万人、19万、8000、7000。で、これを見てやっぱ気に入らない人もおると思うし、やっぱ喜んで、こういう仕事してるんだっていう感じで、まあ俺がブチ切れたりさ、殴ったとかさ、従業員がね、職人だからやっぱそういう世界だから俺はね、そう思ってるから、叩いたりとか、まああとお前のお父さんとかだよな、お前が入社の時もそうだな、アップルウォッチ舐めましたとか、まあそんなこんなで、まあまあいろんな動画もちょっと問題になる。やっぱ俺も、ね、チャンネル登録者1万人ぐらいの時に、やっぱジムが YouTube やめてくれみたいな感じで、いやいや、これは俺別に遊びでやってるわけじゃない、遊びに見えるけど、バカ真面目にやったってみんな見てくれないから、また面白い半分、楽しさ半分でもリアルはやっぱ伝えたくて、いろんなことをやってる中、やっぱり今営業とかからも動画っていうのは評価されてて、まあ今今回その現場にたまたま行きました、今回の炎上した内容はね、はい、現場に行きました。仕入れ問題っていうのはメーター数のメーターオーバーとか、あの職人側が申告する、営業がもともとお客さんに見積もり出すから300メーター出す、職人工事して350メーター出した。で、この50メーター分はメーター例えば400円とかで、車内単価が決まってるから、50メーター足し5、2万円追加請求で現場サイドにお金が入る。で、いう仕組みを今会社作ってるんだけど、そのメーターで揉めて、営業とあれがね、はい、で、それをちょっとまあ面白い半分、楽しさ半分、まあもう、まあ、言い訳したら、バカ真面目に言うことじゃないってことか、逆に、ね、はい。もう俺はもう感知してないから。俺がいいことじゃない。本当は俺は直接言うのは、仕入れの責任者か、営業の責任者で、河合か山口にしか俺は行ったらかん立場だから。はい。で、そいつらの部下だから、俺じゃないけどね、本当は行ったらかんからね。だけど、まあ動画だもんね、まあ現場と直接、まあ喋るじゃん。まあ、そういう中で、ちょっと俺がもうだんだんそいつの言ってることが腹立つって、もう無事切れたのかな。もともと切れるあれじゃんからね、話聞きに行こうみたいな。そう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 、井村さんの話しか聞いてないから。そう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 、であいつがなんか不適されてるもんね、俺は無事やるんだよな。そうそうそう、不適されてるんだからとか言って、なんか俺が切れたんだよな。まあそれはまあ俺の思いもある、まあ、現場の思いもある。だけどまあそういう中で、まあ会社にもう何本も電話かけてるんですよ。そのためにジムにクツ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 文句を言うと。で、俺も何本かさ動画で言ってるのは、ちょもう身分出してもらえるんですよ、話も聞くな。どこにもお前ら身分出せや。一人前にフリーダイヤルの電話してみて。そんなことするぐらいだったら、身分ぐらい出せよって言ったら、はい、なんとね、メールで、ちょっとモザイクかけてほしいけど、メールで会社に、電話番号も、まあ本名かどうか知らんけど、名前も、おアドレスもつけていいやつ。はい、まあ、これはもうやっぱ、誠意ある対応だから、この人も。しっかりした対応しなきゃ。うん。うん、まあ、答えなかったんで、今これちょっと手元にあります。メールの内容ね。はい。まずちょっと読もうか。4月28日投稿 YouTube はとても不快でした。社長小林のパワハラ、シーニング職人への暴行、決して許されることではありません。動画内でシーニングの長さはテープの使用量で判断し、シーニング職人の申告が優先と書いてあったが、これまた動画内で
井村が申告のメートルオーバーが多すぎると言って測りに行っていると、プランナー佐々木が職人や柳脇に伝えている。これは事実だろうが、また聞きだろ、びっくりまた聞きだろ。いざ井村が職人柳脇に対してそんなニュアンスで言っていない。一方社長はこの件をシーリング職人の山口から聞いている。これもまた聞きだ。だがこんなのは YouTube でやることではなく会社で話すべき内容です。こんなのは別にいいけど、これも責められて叱るべきだが、もっと責められるのは社長のシーリング職人山脇に対してのたわけな暴言、暴行とカメラのミオの撮影、動画最後の社長はとてもいい人です。お前のね、お前がなんか俺言ったの、社長はとてもいい人です。言ったことないけど、それ自分で言ってたじゃん、復唱しろって言って。何、山口さんとかシールマンの。ああ、そういうことな。これは暴行罪やパワハラで YouTube の投稿の限度の範疇を余裕で超えています。許されるべきではあります。バーチャーダメだから、ちゃんと読めよ。心入れ替えて、ここもう書いていけんだからな、はい。また井村の行動も請負契約の職人に対してシーリングが長ければ営業ではなく職人が費用負担しろ、長かろうが短かろうが営業は負担しないと案に言っているわけで、これは立派な雇用契約違反や詐欺罪かなんかでしょうかね。なんか反論があれば聞きますが、文章にて回答をお願いいたします。回答次第では警察、公共機関に通報させていただきますのでよろしくお願いします。私はこの動画を見た上で判断したことを自分の実名と住所を載せて塗り替え道場のホームページに送りました。過去動画を見ていると、社長や井村はそもそも従業員の意見に耳貸すこともなければ、問題の本質などわからないや知らんけどと言っていたり、現場に投げたり、かなり無責任すぎます。この際考え方を改めてください。もし今回の動画をいつものふざけていようものなら、労働者の安全のために本気で公的機関に解決をお願いするつもりです。今回の動画には関係ありませんが、足元シューリングの責任者も意見や話を聞いていなかったりして、話聞いてたって動画で上がってるのはず、恥だと思ってください。わかる？ちょっとわからなかったな、今。ちょっとわからない。1対29対300の法則を学んでください。学ばなかったら死者や怪我人が出ることを勉強してください。当然社長も井村もです。今回の動画の話に戻るが、ゆるゆるの会社なんか興味ないと言っていましたが、こんな考え方や社長や井村や責任者の方がよっぽどゆるゆるです。そしてね、何も学びません。だから解決しないんです。YouTube もそれが出てしまったんです。危機感を感じたので本気で考え方を改めてください。以上。なんかところどころちょっと勘違いがする。誰が？この文章的に井村さん。もう叩かれるぞ、それ言うと。なんか目おかしいよ。あ？目おかしいよ。イライラしよう。めちゃくちゃイライラしよう。これ見た時。違う、なんか井村さんがあゆになんたらかんたらって言ってるって言ってたじゃん。うん。井村さん何も発言してなくないと思って動画内で。あ、動画内で。うん。で俺が言ったんじゃん、勝負変えて言ってるんだろうとか。勝手な想像をしてるよね、めちゃくちゃ。だから勘違いだよね、そこは。うん、まあ、1個ずついこうか。じゃあ4月に動画は不快でした。社長のパワハラ、シーリングの職人に決して許されることであります。動画内でシーリングの長さはメーターで使用量で判断し、シーリング職人の申告を優先と書いてありましたが、これまた動画内で井村が申告のメーターオーバーが多すぎると言って測りに行っていると、プランナー佐々木や職人山脇に伝えている。これは事実だろうが、また聞きだろう、また聞きだろうっていうのはあるんだけど、俺が測りに行ったらおかしくないらしい、そもそもね。でその多すぎるっていうのはさ、なんかそのこの現場でのメーターオーバーが多すぎるわけじゃないじゃん、うん、そのオーバーしてますっていう現場が何個も多すぎるっていう意味で、うんうん、多すぎるでしょ、今朝が言いたかったの、ね、あのこれ俺どっちの肩を持つつもりでもなく、あの、うん、事実として何回かメーターオーバーがありました。でそれに対して翔がまあしょっちゅうメーターオーバーなので、やっぱこれ確認しなきゃいけない。でこの人の言い方はここの現場でのオーバーが多すぎると思っての言い方だと思うんだよね。だから測りに行ったのがおかしいって言ってるんだと思う、井村さんが ね、うんうん、だから職人がオーバーしてるって言うんだから、それを聞き入れろよっていう意味だと思うんだけど、うんうん、分かんないよ、あそういうの、ね、君よが捉える方はね。だけど実際的にはそのオーバーしてる現場が多すぎるから、何個もそういう現場があるから、うん、井村さんがちょっと一回測り直しに行ったってことでしょ、今回は。それは多分違う、なんか違くない、それはダメだって言ってるんだけど、まずメーターオーバーを測れること自体が間違っているでしょっていうことは、逆に俺は違うと思ってます。その何さん
さ。でまあまあいいや、名前は言わんけど、さあまず一つはね、あの仕事だから何でもはいはいって言ったら、じゃあ見よ、あれちょっとやってこいよ、取ってこいよ、あ言ったけど取れませんでした、ああそうか、分かった分かったって言ったら仕事にならないんだわ。それをお前なんでだこんでだこんでだって言って、やっぱ教育していかないと。何でもそう、その現場所のあなたがどういう仕事をしてるか分かんないけど、お客さんからもらった予算は 300m の足場、 350m とかこれで見積もり出しましたら、お客様からはもう取れないよね。俺はいくら職人が追加でもらってきても、うん、だけど営業のサイドが負担しながらね、お金は。それを何でもはいはい分かりました、はいはい分かりましたって言ったら仕事にならないでしょ。子供でもそうでしょ、ね、ならないです、絶対ならない。子供でもね、絶対ならない、うん、今日中にお風呂を掃除しときなさいよって言って、いやなんだ誰々が来たから掃除できなかったって、このままちっちゃいのっていっぱいつくじゃんいやそうか、しょうがないねって毎回言ってたら、それ教育じゃないよね。俺はよく言うんですけど、あ、ちょうど本人来た、すいません参加お願いしますまああいつ参加するとおかしくなるんだけど、別に賞がいいとか悪いじゃなくて、俺は職人サイドもやっぱ言わなきゃいけないし、あじゃあ営業が言ってきたことに対してはいはいもいかんし、営業も職人から言われたことをはいはいじゃいけないでしょって。そうそうだ、そう井村さん毎回言ってないからね、はかりにそのオーバーしてるって言われたけど、そう最近多すぎるんでしょっていう、だから確かめで言っただけだから、ね、話し合うのに疑いだけじゃないよね。自分のメーターの測り方も悪いかもしれんしとか、だからちょっと現場確認しようかって、最近山は聞こうじゃねえかじゃねえかってちょっと多いけど、どうやって上がっとんだって前後確認しに行くわけでしょ。で柳脇さんを落とし入れたいからはかりに行きましたとかじゃないし、まあまあそういうことだよね。こういう同じようなことが続かないようにですよ、とはその見積もりの段階で。そう、それもあるし、本当は現場管理っていうのがおるから、佐々木がやらない仕事なんだよ。それが現場管理だ。職人さんこれ言っても塗料が足りない、塗料が足りる、お前ちゃんと2回入れとんの、これで全部現場管理の仕事でしょ、うん、だからそれは、まあ、本当は佐々木の仕事かもしれないね、ある意味で測りにくいのが。そうそうそう、だけど佐々木の上に上司が井村だから、井村がやらないといけない、井村がやれないなら俺がやらないといけないわけでしょ、組織だから。それがお客さんにいいものを提供するあれでしょ。だってうちの職人が長々で現場の方で鼻くそをしてて、メーターだけ 100m オーバー高いとけって、 100m オーバーだったら5万ぐらいあるからな、何でも通されちゃうでしょ。でお客さんにこの値段で提供できないもんね、うちがこの値段で提供できてるのでもいい商品出してるって、その厳しさがあるからでしょ、うん、山脇を責めてるのじゃないよ、めちゃくちゃいい職人だからね、大前提にあの山脇っていうのね。はい、じゃあ続いて、じゃあまあそれはまあまず僕の意見はそうです。これも責められて叱るべきだが、もっと責められるのは社長のシーリング職人山脇に対してのたわけな暴言。あ、たわけって言ったのかな、たわけって、たわけってなんかそんな、まあ、よく言いますよね、たわけって名古屋弁なんだろう、それがたわけって言ったのかな、たわけって言ってるもんなのかな、暴言、暴行とカメラ見ようの撮影動画最後の社長はとってもいい人です、これは暴行罪やパワハラで YouTube 投稿の限度の範疇を言うで超えています。ちょまず、まあ、これはちょっと言い訳がましくなるけど、俺は殴ってない、仲直りしたからパーってやったやつだろ多分、ね、殴ったって、俺殴ってないでしょ、そのグーでは殴ってない、手でパーでパーンって叩いて、しかも話がついてからだろ、叩いたみたいな感じだ、確かさっき向こうで喋っとって、もう俺もまあ言い過ぎたごめんなったからな、後だろ、いやだから後半で殴っとんのとかそういうのとかも全部ひっくるめられてんじゃない、この視聴者からしたら、うん、それがでも社長と社長の距離感の詰め方っていうか、社員への愛だと僕は思うんですけど、そうだけど、旗から見たらそれが暴力になっちゃってるんじゃない、うん、でもさ、それをさ、俺なんでこいつに言われて、なんかこれ以上は この人の基準でめっちゃ何でも書かれてる、こいつの基準で勝手に決めるとるじゃん、全部決められてますよ。でもそれはもう最初からじゃないですか、この人がメール送ってきてる時点で、うんうん、でも基準で決めてきてるから送ってくるんでしょ、うん、だってさ、これさ、こんなの YouTube でやることではないって言うけど、 YouTuber ってみんな究極プライベートを上げてるだけじゃん、うん、俺なんかまだ言って仕事を上げてるから、まあ、いい悪いやつとして塗装会社選びの基準になることだけど、普通の YouTuber なんか飯食っとるところとか上げとるだけでしょ、うん、究極の必要ないこと上げとるわけじゃん、でもそれが楽しくて見るんじゃないの、違うんですか、だからそんなこと言ったら別に、じゃあこの人のやつ上げる必要ないとかいろんなことが出てきちゃうからねそうそう、こいつ最初に聞いたよね、こんなこと YouTuber 上げる必要ないとか会社のことなんかね、うん、でもそれは自己判断とかで、そうそう、やりたくやってテレビ局じゃねえし、テレビ局のことやるのそうだけど、何違う違う違う真剣に喋ってだけどセンターチャンネル選択がさ、
するのはお前らの授業だって、お前見る必要ねえじゃんみたいな。そうやって思うんだ、まあ、ここは俺反論だわ。思うならね、うん、思うならやることじゃないって言ってくるんだな。 そうそう、でそんなにためになる動画ねえだろ。じゃあ他にもだってお前、だってじゃあお前ニュースでお前タレントの不倫なんか必要ねえだろお前の生活ある。そう一生懸命見てんじゃないんですか。それだけどそうやって言ってくるそうそうそう、じゃあ見んければってなっちゃうよ。見んければの世界だと思うんだよな、うん、まあ、で社長はとってもいい人ですっていうのは、まあ人から見たら不快なのかもしれないけど、もう不快なら見んで。でも職人の世界の人で分かってる人いっぱいおると思う。まあそういうコメントも欲しいな。まああれダーッと分かるんだけど、うん、俺はまあ別に気にしてない。あ、そういう人はおるだろうなって。あ、だから職人に向いてない人たちが動画を見て、あ、こういうこと書くんだろうなってめちゃくちゃ叩かれてたじゃんこれ。それってじゃあもう山脇とか山口とか他の営業シールもだってこれ全社員が見るんだから、これ動画で上げてることで協力業者も全部おる。それが見て不快になるならば別として離れてないわけでしょ。それ何かがあってこの会社に。だからそれに対してなんかお前のようじゃないし、社長はいい人ですみたいなので、ちょっとふざけ半分の仲直りな感じで言っただけだからね、うん、それまあ体育会系のなんか、まあ、ゴチバトルじゃなくてノリみたいなもんじゃん、うん、別に真剣に真顔で言えよお前って言って言われてるわけじゃないし。また今の行動、請負契約の職人だ、あ、これ請負契約してシーリングが長ければ営業ではなく職人が費用負担しろ、長かろうがしろうが営業は負担しないと案に言っているって、この辺の話で言うと、これは動画を見たさんがちょっと解釈とか理解してないなと思ったのは、お前舐めとんか自分の金でって言ったら、給料で自分があいつが払うって言い出したの。払えよって言って、じゃあそれでも払います、じゃあいいっすよ払いますわって言ったけど、またわけかって俺が確かなんか言ったんだよな。で企業で俺はまあそういうことを一切しない。もちろん罰金だとか車ぶつけてなんとかとか、まあ、ちょっと一人出てきたけどね、ちょっと最近人生の初じゃねえか、二人目ぐらいかな。基本シーリング案も営業も評価の数字なだけであって、給料は別にメーターオーバーで払っても結局関係ない。意味わかる、わかります。3万円こっちに5万円こっちに5万円、俺からしたら同じ金なわけよ、会社はない。だけど成績が変わるだけなんで、自分の金じゃないんだよね別に。でお前さって、まあまあ、じゃあメーターいいです、うん、いやまあそれは違 う、 もうそこどこまで動画になっとるのか分からんけど、自分が独立したいって言ってるのお前独立したらそれ同じことやれるんかみたいな話じゃん。自分は本当に金もらっとる立場だ、僕ならできないですよ。まあできないじゃん、うん、でそれをまあ俺はあいつの教育のために俺は言ったつもりでおるんですよ。でそれはまああいつはやっぱしちゃってるし、いいんだよね、尺に触ってもいいんだけど、やっぱ一生懸命やってるからこそ尺に触ると思うんだよ、クソって。でそれがあいつにも火がついたもんで、まあ、ああいう言葉になったと思うんだけど、まあ、それでいいんだけど俺はね。でそれに対して俺もじゃあで俺がいいんだ、うーんそうなんだね、お疲れ様って言ったらおかしくなっちゃうから、うん、お前だってそれは違うだろ親としてね、お前そこをちゃんと白状してやれやっていう意味で俺は怒ったと思うんだけど、だから本当に引くぞって言ってるわけじゃなくてね、うんうん、それぐらいのことだぞっていうのを伝えたかったことでしょ。そうそう、でそれをなんか費用負担させたら雇用契約違反とか詐欺罪って、まあ、詐欺にはならんと思うんだけど、雇用契約違反にはなるし、俺はそれしてないわけ。そんなこと俺ができんの、やらない、絶対そんな自分が恥ずかしいこと絶対やらないわ。本当に引いてたらね、それで訴えられてもいいけど、そう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 、だから YouTube やれるんだもん。こんなことを俺が職員にしょっちゅう頻繁に会社でやってたら、従業員が泥棒みたいなことね、うん、だったら YouTube なんか上げられないわ。逆に結構撮影行った時にお客さんと喋るじゃん、いろんなこと動画になってないけどいろんな人と喋って、なんでこんな YouTube 見てうち選んだんですかって言ったら、やっぱそういうところが伝わる、誠意持ってやってるし、やっぱ社長って偉そうにしてるようで胸張ってるから、やっぱ商品に自信があるんだろうなとか、やっぱいいものを作ってるっていうね。大丈夫、気持ち悪いの、大丈夫、気持ち悪いの、食べ過ぎたから吐きそうだった。文書にて回答お願いします、まあ、で何か反論があれば聞きますが、まあ、反論も別にないし別に回答もないんだけど、まあいいようにネタにさせてもらって、この人本当にうちのこと大好きなんだろうなってこうやって書くってこと、手紙見てんだろうな、うちの見てたらもうちょっとでも分かってほしいですね。だけどもう価値観が違う、あと絶対のあと多分現場とかそういうのを体験したこともないんじゃないですか、
僕もほんまに24になって現場に初めて出てきて、そういう場合はほんまに社会人、本当の社会人だったんですよ。殴られはしないですけど、そういうコミュニケーションの殴りだろう、ちょっと肩パンしろよおいとか、殴り合いしようぜとか、そういうのが休憩に差範囲だったんで、こういうのが暴行っていうか、まあ暴行でもいかんね。俺はちょっと現場行ってバーン殴ってたら、ね、そうなんです、うわーっパーン殴ったらすごい痛くて、それは怒る怒らんってなれば、そういうね、あとは動画だけで判断されたらちょっと困ったこと、まあ、動画だけ判断はしょうがないですよね。動画だ、 YouTube、 YouTube でうちらが出してる以上はそれはしょうがないことだけど、まあ、まあ本当に、まあ、言い方悪いけどネタなんだろうな。で、まあ、好きだから言ってるし、まあ、俺も本当に危機感もない。別にコメント欄にその俺のことが悪口書かれて、ああ社員とかすぐ不安になっちゃう、社長これで見積もり依頼はなくなるんじゃねえか、いや、それって関係の感じでしょ。俺究極はさ、商品買うのに社長が甘いとこで絶対買わんもんね。社長が甘いと多分商品も甘いし、職人も甘いし、どれもかもが甘いんじゃないの。だけど社長が厳しくて、社員が厳しくて、俺だったら商品買いたいけど、あ、今作ってんだろうなとか。まあね、まあまあまあ、回答次第では警察公共機関に、まあね、この動画が気に入らなくて、この動画を〇〇さんへの反応なのかな、まあまあでも、この言ってることが、まあ、気にならない警察でも公共機関でも行きゃいいもん、自分が納得できない。だけど、馬鹿にされるのはお前だぞって思わないよね。動画見て、俺がニュース見て、警察に電話してんだよ、思うでしょ。テレビ見て。ちょっともう1対29対300の法則調子が出て。はい。で、まあ、なんで続いて、私はこの動画を見て判断したことを自分の実名と住所を載せて二階堂署のページに送りました。過去動画を見ていると社長や井村はそもそも従業員の意見に耳貸すこともなければ問題の本質などわからないや知らんけどって言って現場に投げかけたり無責任すぎますって。これは違うと思うんだよね、俺はね。これはもうその〇さんが動画を見てたらそうと思うんだろうけど、無責任じゃないから細かくやるんじゃないんですかって俺は思うんだよね。今田さんそこまで出てきてないのに言われるっていうね。確かに。まあ確かに。そんなことも言ってないでしょ。干渉して、その佐々木にもお前もうちょっとちゃんとやりなさいよ、メンターオーバーでやりなさいよ。でも、その佐々木ができないなら俺もじゃあちゃんとフォローしようって自分も言って、あ、こうやるんだよ、ああやるんだよってなった結果が、こうなっちゃったんでしょ。で、今回はね、だけど、他の動画でも言ったらということで、今田さんそこまで出てないみたいな感じで。俺のことじゃないの、まあ、他の動画っていうのは。でも、井村とかって言われてるけど、かわいそうです。そもそも従業員の意見に耳貸すこともなければって。じゃあ、従業員の意見には耳貸してるし。そしたら問題に入らないね、無責任だとしても、うん。そうそうそう。でも、もう、たわごとだと、俺がたわごとだと思うことはもう、たわごとだから。それ誰が決めてるのか関係ない。俺の下で働いてるんだから、俺がたわごとだと思うことはもう、たわごとになっちゃうからね。うちの会社はこういう方針です。あなたが働いてきた会社はどうかわからない。でも、意見じゃなくて、愚痴だもん。こいつの言いたいことって。押し付け。あれ、うん。あれが嫌だ、これが嫌だ、残業嫌だ、あれ嫌だ、これ嫌だ。報告書なんか書きたくない。なんでそんな申告なんかしたくないなんて。それ意見じゃねえじゃんって。それただの愚痴に、その愚痴に耳貸せって言ってるだけじゃん、お前。ただお前らが弱いだけじゃねえのって。じゃなくて、意見って違うでしょ。もっとこうしたらいいんじゃないですか。今こういう風に問題起きてますけど、例えばこの申告ってシール班からの申告になってますけど、オーバーの場合は写真の報告もつけた方がいいんじゃないんですかとか、それって意見じゃん。こうしたらもっと良くなるんじゃないですかみたいなのが意見なのに、ただしたくないっていうだけのことを意見とは言わないでしょ。それもし今回の動画をいつもぶってふざけていようものが労働者の安全のために本気で公的機関に解決を、まあ、頼むや、こういうことを書くやつ。脅迫、うん、これが脅迫と捉える、出るからね。言おうものなら労働者の安全のために本気で、これだと気をつけた方がいいよ。あの、弁護士に相談してこういうことも書かんと、うん、まあ、これ脅迫で今なんか本当に SNS で訴えられて、タレントから弁償させられてるやつとかどうだでしょう。もうこれ脅迫に聞こえるもんな。この動画には関係ありませんが、足元収入の責任者も意見や話を、聞いていなかったりしてって、山口とか島の責任者かってこと。話を聞いてたって動画で上がってるの恥だと思ってください。はい、わかりました。足元主任の責任者もで1対29対300は何なんですか。1個の大事故の中には29のヒヤリハット、
そうか、三角形のいわゆるヒヤリハット、そうですね、これさ、まあ、動画になってる部分なってない部分もあると思うけど、一個一個細かくやってるから今の塗り替え道場というのはやっぱこれ愛知県で絶対的にナンバーワンっていうのは、まあ、1対29対300ってその、まあ、法則は知らないんだけど、小さなことが一番大きいってね、ゴミの片付けからそうなりだなと、そのあの一言が俺はもう気に入らんから、いい人じゃあ俺払いますわ、自分の給料払いいんでしょみたいなのが、うん、でそれその言葉が許されたら俺も全部許されると思うんだよね。だからそれの一個のことを拾ったことで、そんなちいちゃんのことでお前そんな怒んなよって言ってきてんの、お前だろってさ。でゆるゆるなんか本当ゆるゆるになる、もう本当に、あの山脇はちなみに正社員です。山脇名前の人だけど山脇は正社員ですけど、もう協力業者、人手がかった、塗装職人で、あとは材料だ、本当に常時100人ぐらい人間が動いてるわけよ、塗り替え道場のために。ね、あと広告会社ホームページの専属のあれで、 YouTube の編集さんもそうだよね。でそれをあなたの言うゆるゆるで俺が許しとったら、管理職もゆるゆるになってるし、でその下へどう伝わっていくか、でその下の下ってもうお客さんと直接触れ合ってるところって職人であり営業であるから、さんは決して緩くないと思うんですよ。緩くない、ゆるゆるの会社なんか興味ないって俺が言ってるから、はい、厳しいから、こんな考えなの社長や井村の責任者の方がよっぽど、あ、ゆるゆるですか、うん、ゆるゆるって言われてますね、まあ、俺がね、うん、ちょっとね、これコメント欄ぜひちょっと書いてください。あの普段コメント書かないような人もちょっとね、普段コメント書かないような人に本当に意見書いてほしいな。なんか俺は本当にこれ、まあ、リアルで言ったと思うんだけど、あいつがいい風に映るよって俺本当にお願いしたの、編集さんにね、まあ、これ自分のことを評価するわけじゃないけど、あいつを悪く映すためにこれ動画を見てるわけでもないし、まあ一つこれ数字が出るだろうな、面白かったなって、もう本当に俺もイラッとしたもん、お前動画カメラ止めろやって、あそこも映ってるの、公開されてるのかわからないけど、でお前もなんか聞き返して、俺が普段言ってるからな、俺がぶち切れてもかけて回しとけば、喧嘩した時こそ回せつけるという言葉で、そしてで、まあ撮ってくれて、お前も、まあ、気まずい中撮って、でみんながそれなりの仕事したと思うの、プロとしてね。でその戦場のカメラマンとかもそうじゃん、じゃ死体を映す、こう戦争のね、飛行機が今落ちるとかしょっちゅう YouTube でやってるわけでしょ、悲惨な映像じゃん。そうです、飛行機がね、そういうのを撮るなって言ってるようなもんだから、そうで、それと同じなわけよ。でそういうのって、まあね、見たくない人が見るときはいいけど、俺の飛行機がさ、本当に飛んでる調査されたやつあるじゃん、人が一人乗ってんだからな、それを責めてんのと変わんないんじゃないと思うんだけどね。で、あ、まあ、そうそう、ちょっと話を戻すと、まあ、俺は、まあ、あいつがいいように映るように、まあ、編集カットしてくれって、それはなんで、目的はこれ何って言ったら、俺はお客さんにああいうところを見てほしいわけ、俺はもう、気違い、俺が別に気違いでも何もいいんだけど。それだけのことやんないとこの商品って作れないの。でその辺の本物販売業者とか、まあ、いい会社も悪い会社もあるし、まあ、最近そういうコメントも来とったんで、本物販売が全て悪いとは思わんでください。で、まあ、こういう民間の取り組みチラシとかホームページでやっておりまして、今めちゃくちゃ増えてる、民間やってる塗装屋さんがね。だから俺は本当にどこにも負けてないいいものを作ってると本当に思ってるから、でそれってじゃあどうやって作り上げたのっていうのはもっと広かった。俺はもう10年前のから本当にもっと広かった。なんかある程度出来上がっていい職人ばか揃ってるし、もう求人の時点でそんな子入ってこないから、もう本当にきちっとした方しか入れてない。で入ってもエロい厳しくされるから、まあ言い方悪いけど、あえて怒ってやめてくれるんだったらやめてきゃいいと思ってるし、まあ、よその塗装屋根さんで知り合えればいいと思ってるから、でこれだけ俺が必死にやって作った商品どうですか、ぜひうちで買ってくださいよ。だから YouTube でやってるわけ、一生懸命。あいつが悪く映るのは嫌だなと思ったからいい風にしてたけど、もうちょっとあいつ悪く映ってるわけ。編集者謝ってきてたね。編集者謝ってきてましたね。なんかその編集の仕方ごめんなさいみたいな。いや大丈夫だよ。LINE で謝ってきてたから。で俺の今日の提案はちょっと長くなりましたけど、何分取ったの？もう45分とか、これクオリティレベルで。いや45分取っちゃったんですけど、あ、じゃあもういいや、これ別動画にしようか。次回動画やらないとお前ら直接話聞いていく、インタビュー、その時の真相、真相と、まあ、今の気持ち、俺に対してじゃなくて仕事でもいいし、まあ、俺に対してもいい、別にやっぱ社長が優先なのが、だけど、まあ、ぶっちゃけ絶対悪い道言わんと思う。俺も帰りもあっとるじゃん本当は、うん、まあ、動画になって、俺をわざわざそこでね顔見て喋ってるし、だけどそれは視聴者が本当思うなら、俺がいないところで喋らせたりで、あの見てほしい、まあ、職人さんで、ね、今からこれから独立したいとか考えたら
これぐらいの覚悟なかったらもう自分で稼いだらね、勤めとった方がいい。一人だからね、ね、女優人気が回った方がよっぽど楽。毎日100人置いてるって言ったってそんなに別に天国のような生活できるわけでもないし、毎日毎日こちょこちょこちょこ食わなかったし、その覚悟がいるんじゃない？行ってみようか。どういう気持ちかね。また一本で終わりしようと思ったんですけど、ちょっと長くなっちゃった、うんうん、次回、まあこれすぐ出るかどうかちょっと分かんないですけど、次回必ず出ますんで、ぜひチャンネル登録いいね、はい、いやあの動画もそうバーンって青みたいに下がったの、60人80人下がったの、うん、でそっからまあもっと上がって、あの動画だけでもね、見とって腹立つ。でもあこういうふうに感じるし、本当になんかあでももうこうやってやらないとやっぱ会社なんかやれねえんだなって、そんな甘い気持ちじゃねえんだなって思ってほしいけどね。そういう日本人がもういなくなったの、もう外国人がもう実習生だけでは働かせていただいてますみたいなやつ、もう今日本人なんか働いてやっとるみたいなやつばっかだわ。無料なんか特じゃねえか。やってやったっとるの、金でしかないから金でしか動いてないからガチで聞け、二人で知らせ。まあ本当どっちかというと、ミオちゃんその場だったら僕カメラ向けた方がいい。すぐそうやってミオに投げるから初仕事もいかないんですよ。そうだってお前もう私がいなくなるんだから、安井さんが前に出てくださらないと。いやでもまあ役割的にはそっちの方が話通じるかなと思って。だけどじゃあミオがなんかどうするの、その役割は全部前やらなかったもうカメラ向けて、カメラ向けて、何だお前その態度、捨てとんのか。あ、また始まるぞ、また炎上になるぞ。もう捨てとんの。笑えちゃう。はい、じゃあせーの、もとみでーす。